秋の気配の庄内側水中映像です8月28日庄内側のねまた水中カメラを、えー、掘り込んで撮影してきたんですけど、あのー、ちょうどねこのお盆の頃に、えー、名古屋この辺りもね随分雨が降りまして庄内側増水していて濁っていて撮影もなかなかできない環境だったんですけど、えー、最近やっと あの雨の降らない日が続いて、えー、普通のね、えー、まあまあ,あの透明度のある庄内側に戻って水中を見てみたらこの間まで白ハエだらけだったんですけどなんと、えー、今はですね濁い幼魚だと思いますけど濁、えー、いのまあまあ子供というかねだらけになっていたこれはねあの庄内側秋になるとこういうふう濁いがね大量に湧いてくると。 秋だなっていいうことらしいで,すでねこのニゴイをねピッと釣ってこのニゴイを餌にえー、あの餌釣りするとねブラックバス釣れるらしいですよ。ということで、まあ、秋の気配の庄内川水中映像でした。